こんにちは、どうぞいらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい、どうぞ、お上にどうぞ。ありがとうございます。吉野杉の家です。わぁ、すごい。吉野杉の家とか、すごいいい空間でしょ。あ、すごい。ここに使われているような木もね。はい。昔の人が植えてくれて、まあ、僕のひいおじさんぐらいかな、植えてくれた木が今やっと使えてます。林業のスタイルっていうのが日本でここしか行ってないので、この山やったらまあ100年ぐらいまで、100年ったら全部切ってもう一回植えます。100年ぐらい全部こういう風な色合いっていうのが一番いい木なんですね。普通の杉はね、まあ、普通というかこうやって密植っていっぱい入れることによってなかなか太らせへんようにするんですけど、はい、そうするとちょっと密度も高い木ができるので、まあ、丈夫で強い木なんですよ。結構目立つ部屋は少なくしてすごくいいですね。薄い。他の産地の2倍とか3倍以上の本数を植えて、で10年おきぐらいに間伐っていうのを少しずつ少しずつやっていくと、100年200年っていう時間を費やしてね、自然の力を無視しては生きていけないところかなと思います。木の魅力っていうのはなかなか実際に匂ったりとか触ったりとか、宿泊施設もそうですけども、そこで過ごしてもらうことで魅力が伝わりやすい、分かりやすいとかっていうのも思ってやってます。お待たせしました。ありがとうございます。美味しいです。めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ケーキもっと美味しかったです。ありがとうございます。とりあえずいっぱいの、はい、また言わせてください、ね、はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。これカンナって正しく当てると同じ厚みしか削れないので、うまい。できました。いい感じです。普通につかめる。
愛着が湧くというか、やっぱり買ってきたものじゃなくて一から作ったものなんで大事にもするし、機能扱い方っていうのも一緒にやっぱちっちゃいものから、まあ、入門してもらって、でだんだんこれに似合うテーブルとか、でこれにテーブルに似合う家とかっていう風に、その昔とはその逆の方向でこの木に触れていってもらえたらなっていう、はい、こんにちは。こんにちは、あの三好の醸造の橋本と申します。お待ちしておりました。お願いします。酒蔵の見学は初めてですか？初めてです。はい、ぜひ、まあ、吉野の酒造りを見ていただけたらと思います。昨日は米を洗ったやつを蒸し上げている最中、はい、甘いとね、香りがあって、はい、うん、甘い香りします。硬、はい、いでしょ？いや、めっちゃ硬いです。吹き地の菌だけで作るんですよ。だからめちゃくちゃ時間かかるんですけど、それであるからこそ吉野っていう地域の酒造りをこうできると、はい、京都はやっぱり保温効果があるんで、冬の寒い時期でも割と安定します。あ、そう、はい、秋でも春でも冬でもほとんど同じような発酵になりますね。潰した時に柔らかい条件というのは必要で、の特徴というのはやっぱり温暖な気候で雨が多いという地域ですね。で、腐りやすい地域ということは、それをどう保存して食べつないでいくか、そこでまあ塩漬け文化が生まれたりとか、発酵というものが生まれてきたと思うんですけど、そういうものをまあ感じれる場所っていうのが吉野の地域だと思いますね。吉野の杉っていうのはこう年輪が細かい、あとはその香りが出にくい、色が出にくいっていう、そういう特徴っていうのをお酒を通じて知っていただく。木桶の味というよりは、吉野で作るお酒にとって木桶っていうのはなくてはならない存在になるような酒造りをしていきたいと思ってます。吉野に来て木っていいなって、木めっちゃ好きだなって体験を通して木に触れて木のことについて教えてもらったりできたのは本当に自分でも良かったなってすごく思ったし、すごく楽しかったです。今住んでる都会の方の友達を連れてまた戻ってきたいなってすごく思ったし、その人のあったかさとか木とかについてもっともっと触れていきたいなってすごく思いました。ここに来てずっと昔から林業をしてるところだっていうことを聞いて、本当に木のことを思って思い続けてきてるっていうのも知ることができたし、一連の過程を全部見学して体験することができてすごい良かったなと思ったし、木ってすごく深いなって思いました。いろんな人の思いが詰まって吉野杉とかっていうのはできてるんだなってすごい